5日目の朝食です。昨日と同じホテル、同じメニューですから変わり映えせんですけどね、全く見越しです。ちょっと腹減ってるから今日は多めに持ってきちゃいました。大丈夫かな。ローマの手前、1時間手前ぐらいですね。ガソリンスタンドいくらかな、これ1リットル 1.366 っていうかな、これ。1.366 っていうのは150円ぐらいか。まあまあ、そうあれかな、1リットル150円ぐらいですよね。うん、うん、一緒ぐらいですよ。サービスエリアすごいですね。おもちゃとかビールとかウイスキーとかワインとか何でも売ってますね。サービスエリアで、コーヒータイムですね。これコーヒーいくらだった？安かった？2つで1.9、2ユーロ、ニューユーロって言うと200円だぜ。めちゃくちゃ安いじゃん。あー、天気よくなってきましたね。全然寒ないですね。ローマって看板ありますね。まだ多分80、90キロぐらいあると思いますね。テレビのアーキーのところでコインを投げていただきますと願いが叶うという伝えがあるわけですが、天気がなくなってきまして、テレビのゼミのところで広めた草原ですね、コインを用意しようと、カバンを開けて、そしてお財布をですね出してコインを取ってしまって、そのところを水の方を見ている、水の方の出生するを見ているんですね。これでまあそのところでですね、あ、そこに入ったなということをですね確認してから後で取ってしまうということになりますので、楽しいわけですけれども、いい電車が来ました。まあそんなですね、イタリアマザットでございますけれども、まあ、建国されましてから現在までのあってばですね。でこの建国の時代ですが、今では、歴史家の施設として10世紀頃には7つの丘に集落があったというふうに考えられておりますけれども、このローマにも、日本の建国伝承と同じようにですね、ローマ建国伝承というものがございます。この建国伝承なんですが、初めはですね、女神様のお話から始まりまして、この女神様はヴィーナス、ヴェヌスと女神様なんですけれども、もうローマに近くなってきたんですからね、車も。ここも高速降りてますね。前はですね、半袖で歩いてる人もいたりとかですね、なんだかいろいろですけど、これが中心なんだから、概要を抜いてる方はいないですからね。左はラテラーノ宮殿ですね。ラテラーノ宮殿で、こっちに宮殿がある。ちょっとしっかり勉強の前よ。そういったことで、
まあ、この後ご住職でですね、バスを降りるときにはご観光まで必要なものもお手元にご準備いただきますようによろしくお願いいたします。またローマが植民地を作るときには、まあ、必ずですね、お風呂も作った、浴場も作ったと。ああ、みんな元気ね。走ってますね。それからワインとですね、水路橋を必ず渡して、走ってます。ものになってますね、そして右側がチェリー用の丘ですね。そしてこの正面に見えてきますパラティーノの丘という丘があるんですが、ちょっとこちらからだとご覧いただきにくいですけれども、左側、ちょうど十二時方向にですね、また丘の上に遺跡が見えておりますけれども、あのベンハーという映画がありますか。ベンハーの映画でですね、こう、バシャがバラバラって見た、そうそう。というのはこの左側のですね、パラティーノの丘の広場になっているんですけど、ね、馬車のあの強制雇ったやつが確かに。ベンハーの撮影が行われたというところですね。そしてこの前方のパラティーノの丘の遺跡が先ほど建国伝承ということでお話をさせていただきましたけれども、このもの発祥の地というふうに言われているところになります。なるほどね。これを見ると奇跡200年前か。すごいね。お客様多いですね。冬の時期でもこのコロナはやっぱり人気がありますから、お客さんも多いんですけれども、まあ、ですので、まあ、チケットを買うときに結構列ができていたりするんですが、お客様は何ですから結構は週末に行きますので、12時ですね。ちょうど天空にあのコロッセムが見えますね。ローマへ行きました。今からは食事です。わあ、こちらもすごいね。なんか上品かな、これ、すごいね。はい、もうレストランですね。ワインがいっぱいありますね。はあ、広々としますね。昼食、俺外側でいいんだけどな。部屋全然サラダの教室のテーブルですね。ご注意いただきます。これがイタリア特産のオリーブオイルですね。普段使うことないけどね、オリーブオイルになって、このサラダにかけて食べなさいということです。からハム、生ハムですね。投げましたね。これが一人分だって。オリーブオイルですね。これはすごいですね。ボリュームはすごい。味はどうか分からんですけど。すごい、これは。とんがらしもあるよ、あった。おー、すごい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 。本当にすごいね、これ。はい、ローマ観光のガイドさん、セレーナさん。テレーナさん。セレーナさん。セレーナさん。セレーナ。キティがいいじゃん。はい、メッセージ。はい、じゃあご注意ください。ローマの市役所。
ローマの市役所ですよ、うん、カピトリの丘の頂上にあるあのローマの市役所ですね。あのローマの市役所はミケランジェロさんが制定したものですよ。そこでは無料で基本できますよ、うん、ローマの市役所は無料で基本できます。ローマの市長さんがここで働いてます。わあすごいな、あの建物も。でまたね、あのローマの市役所はあのローマの市役所の中にあった公文書館の奥で見ることができます。キリスト教の時代の始まりを示している、ね、とっても重要な建物です。ご存知と思いますが、コンスタンチーナス帝国の時代から新教が終わって、異教が終わってね、うん、キリスト教がやってきた、ここから到着できるから本当に大事な印象を示していますよ。シーザーみたいな格好のやつがおるじゃん。そうですね、本当だ。ただお金取るよ。びっくりしたって言ったよ。後でね、もしよろしければ写真ね、一緒に。でまた皆さん、左側の坂道はね、有名なスイナール道です。当時の石畳の道、すごい大きな、ね、石が当時の道ですよ。その上にはもう一つ小さな凱旋門、あるいはね、ちょっと小さな凱旋門で、あのヘブライ人を任せた凱旋門の後ろの方にはいろんな広場の遺跡が残ってます。でまた皆さん、ほらあのこのコンスタンチーナス帝の凱旋門とキトゥス帝の凱旋門の間に有名なパーラティの丘の跡が残ってます。あの巨大なレンガの壁が工事中ね、今発掘してますよ、ね、あるいはローマ皇帝たちに住んでいた有名なパーラティの丘です。アウグストゥス帝の宮殿。Non c'è nessuno all'uscita, devi tornare qua, sono andati via. Sì, all'uscita sono andati via. Questo qua non ce l'hai dopo, ci sono piccoli. C'è lo piccolo, se poi dopo prendo pure grande, non c'è problema. Ah, vabbè, allora intanto... Se lo anche grande, poi dopo dormire meglio. すごいね、この方、うん、あ、なんかちょっとしか開いてないよ、扉が。なんでこんなのさ、壮大ですね、やっぱりね。本当にすごい眺めですね。戦うよさ、どこから見たの？お、これはベンチがあったんじゃないの、ずっと。ね、ここは座席があったんですよ。ね、座席ここはね、そうそう屋根があって、屋根の上のところには座席が あったわけ。あったあちこちね、ほら、2階から3階まで上がれる階段があって、うん、階段の両側にはね、座席がずっと並んでたの。そこからこうやって見とったんだね。そうそうそう、ここはね、歩くことができましたね。この、ここはね、なんかの天井、屋根があって、この3階を通ることができました。屋根のところには座席がある。だけど、あそこで戦って、死ぬまで戦ってるのを見とったんでしょう。そうそうそう。ね、残酷だよな。そうベーハーです。初めてコロナとかともないよね、全然。あの見せられた写真とか。
うん、これはちょっと下からの眺めですけど、やっぱり違うね。違うね。結構上の一番上のところもね、こんなところで立ってます。昔はね、女の人たちは座らないで、一番真上のところに立って戦いを見て座らないでね、女の人たちが。昔はね、男の人たちと女の人たちが別々分かれてた。自分がね、残ってる。公衆トイレ。公衆トイレもあったんですよ。ドキドキね、疲れてるお客様がね、そこに座って帰る、僕にリラックスしてる。やっぱり、ビビるところね。公衆トイレ、公衆便所、あと。ここはね、あともう一つの石。あっちの石も一緒か。そうこの模様はね、ヤシの木の葉っぱの模様を表してますね。そして草のギザギザのね、葉っぱはアザミ、アカンサスとも呼ばれてるね、植物の葉っぱ、ね、模様です。あるからなかなか見えないけど、でもこれから発掘してるからね、座席、当時の座席も見てくると思いますね。これ真ん中には当時の縦長い印がちゃんと残ってて、糸杉がね立ってるでしょう。戦車はね、昔その周りに7周をした後勝敗を決めました。戦車はね、その周りに走ってたわけ。戦車の競争が行われたところですよ。イタリア語ではチルコという言葉は競技場、競馬場、という意味で、そして、マッシモは大きくて大切、大事、偉い、また上がるという意味、という意味しますね。ほら、今でもラジオのボリューム上がるところにね、マックスと書いてあるね。マックス、マッシモ、真実のくじが入ってるんですよ。真実のくじはね、この近くで発見されてて、12世紀からですね、古い教会のポーチの壁にね、つけられてます。そして皆さん、もうちょっと先行って左手にご覧いただきたいと思います。コロッセオと似たようなマルケルスの劇場、ジュリアス・シーザーとアウグストゥス皇帝によってね、作ったマルケルス劇場の跡が見れます。ね、この劇場は今でも使われてますよ。ほら、その後ろとかその上のアパートの中でもね、住んでる人がいるんですよ。ね、左側にご覧になってください。2階のアパートに住んでますよ。誰が、ね、住んでるでしょう。ほら、その手前にはアポロ、太陽の神様の神殿の跡が残ってますね。まあ、夏の時期にはね、劇場の中でね、バーでコンサート、音楽会、いろんなイベントも行われてます。じゃあ皆さん、右手にバッグバッグを見るほら、ほら、有名なカピトリの丘、ローマの7つの丘の中でね、一番小さな丘です。綺麗なアザミ、アカンサスとも呼ばれてるね、植物もあるでしょう。アザミ、濃い葉っぱがギザギザね。ほら皆さん、このカピトリの丘の頂上にはローマの市役所がございます。さっきはね、このアンジェロの設計ですよ、ね、市役所の隣の急な階段の上の、レンガの建物はサンタマリア・イナラチェリ教会、すごい古い教会ですね。まあ、じゃあ皆さん、もう間もなくベネチア広場、ローマの中心の広場に着きますね。すべてのコロッセオが、ね、見えてます。
真っ正面の小さなバルコニーがねついてる、外のね小さな珍しい形のバルコニーがねつけてる建物はナポレオンのあのね住んでたあのところですよ。ナポレオンはねあのナポレオンあの住んでたところですね。ナポレオン宮殿と呼ばれてるところですね。このアルジェンティーナ広場にあった国会議事堂ポンペオという国会議事堂でね殺されました。あの元老院の跡は一番奥ちょっとあの左側真っ白の劇場の地下に残ってますよ。ジュリアス・シーザーが殺された元老院の跡があの真っ白の劇場の地下に残ってます。またほらこの広場の12メートルぐらい下のところにねいろんな遺跡が残ってるでしょ。いろんな神殿もあって、4つの神殿の柱がね下から出てきてますよ。でこの広場はアルジェンティーナ広場です。じゃあ皆さんこの、 あのこの通りずっとまっすぐ行ったら、バチカン市国あのまでね、行きます。ご存知と思いますが、このバチカン市国はローマ市にある独立国です。面積はただ44ヘクタールぐらいで、東京ディズニーランドと同じぐらいの面積の、独立国で、あの人口は1000人ぐらいだけです。もちろんこのバチカン市国という間にも出てきてました。ほら右手にご覧になってください。あれはサンタンジェロ城ですよ。もともとアドリアヌス皇帝今からローマからバチカン国に入国らしいですね。国が違うんですね。ここからバルカン市国です。はい、これが国境だって。はい、国境を越えました。はい、バチカン市国ですね。並んでるわけか。すごいなこの並びも。天国検査があるんですね。ミケランジェロ。
今ミサやってるのね。あれに動いてるの。え、どこが？あ、ほ、あ、本当だ。スイスだって、はい、バチカン市国観光もこれで終わりですね。わあ、ここが中心か。ここにある中心が。ここから見ると、まっすぐに一歩に見えると。今村天井費も大変ですね。すごいですね。バチカン市国の土産物屋ですね。人がすごいです。あ、もう。はい、じゃあ皆さん、サンタンジェロ城の前の、あの天使橋も見えてきてました。その両側の天使たちの銅像だけはね、あの17世紀ベルミニさんによってね作ったものですからね、後につけられたの。でも橋が、下の橋がね2000年前に作ってますよ、作られたものです。天使橋すごいでしょう。もともとアドリアヌス皇帝の霊廟でした。まあ夏の時期にはですね、あのサンタンジェロ城のあたりにはね、またあの知りますけど、ほら、ここからもね、乗れますよ。いろんな橋のところからね、あの船が走ってますね。で、皆さん、右側にはですね、もう間もなく見てみてご覧になってください。あのガラス張りの、近代的なガラス張りの中で、あのアウグストゥス皇帝の時代にね、作ったあの平和の祭壇が見れます、右側の。
すごく立派な祭壇でしょう。それぞれの目にはオグストゥス皇帝の家族のあのね、あの人物像のね、あの彫られてますよ。平和の祭壇と呼ばれるものですね。すごい綺麗ですよ。あ、こっちか。ね、綺麗な広場でしょう。もう間もなくローマ時代の城壁を、ね、の入場門を取ってくぐってね、取って、ローマの中心に入りますよ。もう間もなくローマの城壁が見えてきてます。アウレリアーナ城壁ですね。1700年前にアウレリアヌス皇帝によってね、作られていて、まあ、それぞれの門からね、有名な街道が出てきてました。これからあのビンチャーナ門、渡ってね、中心に入ります。あのビンの一つのホテルですね。でこれはベーネト通りです。ローマのメインストリートで、ベーネト通りではね、ローマ の、まあ、甘い生活というあの映画が撮影したんですよ。あのローマのローマがね、あのローマでのね、いろんな方です。これはトリトーネ、トリトーン人魚のフォースですね。ベルニーニさんはサンピエトロ広場の、制定した、人ですよ。ベルニーニさんはね、ミケランジェロさんと同じように建築家や画家と彫刻家でした。17世紀の有名なローマの、あ、いえローマの人ではなくね、ナポリ人でしたね。じゃあ皆さん、ここでバス降ります。お疲れ様。おー、ぶつかった。気にしないんだよ。まあ。わあ、見えた。イタリアのハッカまあ、綺麗ですね。見事です。みんなこのジェラートを買ってますね。あ、冷たい。わあ、すごい人ですね。
ああいうとこに腰掛けとったんだ、オードリー・ヘプバーンが。ああいうとこにかか座っとったんだ。もっと上上がったわけよ。あ、ビデオになった。これがスペイン会議ですね。ここに腰掛けてみ。そこに腰掛けてみろ。これがオードリー・ヘプバーンの格好でしたね、確か。その泉もすごいですね。あんなとこから映してるわ。歩きときは高い道具みたいなのがある。あれどうしよう。歩きは高い道具。あれはまた。からは三越さんの買い物に行くんですよ。これが真実の何だったっけ、真実の口か。うん、嘘つきは噛まれます。危ない。やば。抜けんぞもう。これはだけど、レプリカで本物じゃないです。みんなに言われる。はい、今日は乾燥熱気の、夕食食ですね。すごいすごい。すごい。こんな食事初めてだな。すごいですね、今日は。ワイン、白赤ボトルでついてますし、水もついてます。乾杯！はい、乾杯！お疲れさん、乾杯！おお、はい。
られりゃ人いる。関係者の SNS にもとありさら、飽きてその道の手スパゲティですね。今日の食事はワイン、ウォーター、好きでいいですね。食事を聞きながらの、音楽を歌を聴きながらの、ただのワインを飲む、これはいいです。Oh, yeah.
いいな、あの曲がな、サンタルチェアも今のも、な、題名は分からんけど聞いたことあるからあ、それか、曲名なんちゅうんだあ、そうそう、学校でそう聞いたの。あ、これはいいわ。The prize is 15 euro, Jugo euro. Can we sign for you? Jugo euro. Arigato, grazie. あの人、今日は、わあ、すごいね。